こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では僕たち30代40代の世代に合うメガネについて解説をしてみたいと思います。このメガネというテーマに関してはずっと撮りたかったんですけど、なかなか撮ることができなかったんですね。それはなぜかというと、僕自身目がいいのでメガネって私物で持ってないんですよね。ですので私物を使いながらご紹介することができないのと、この動画のためにですね、新しくメガネを買うのもいいんですが、やっぱり1本買ったぐらいだとなかなかですね、具体的な解説ができないので、何本かないとなかなか厳しいかなと思っていたんですね。でもですね、今回の動画ではあるブランドさんからメガネを借りてきたので、そちらを使いながら僕たちの世代にどんなメガネが合うのかをですね、解説をしてみたいなと思っています。そのブランドというのは皆さんもご存知のジーンズさんなんですね。メガネブランドとしてもう全国展開をしていて、価格も手頃でなおかつデザイン性も優れていて機能的である、この3点を抑えたブランドというのはもうジーンズさん以外に考えられないと思ったんですね。ですのでまずはジーンズさんにダメ元でお問い合わせをしてみたんですが、そしたらですね、なんと快諾をしてくださったんですね。まさか僕も OK が出るとは思っていなかったので、かなりテンションが上がったんですが、そんな心の広いジーンズさんのおかげで今日こうしてですね、動画を撮れることをとても嬉しく思っています。ぜひ皆さんも今後のメガネ選びの参考にしていただきたいなと思っています。メガネというアイテムは結構面白いアイテムだなと思っています。もちろんメガネをかける人とかけない人がいるわけなんですが、かける人にとってはファッションの様々なアイテムの中で最もですね、注目を浴びるのはメガネというアイテムなのかなと思っています。それはなぜかというと、人というのは相手の顔を見て話すわけですよね。その時に一番最初に視界に飛び込んでくるのは目の周りにあるメガネだと思うんですね。ですのでこのメガネ次第で全然ですね、全身のイメージが別物になってしまうんですね。どんなに全身かっこよくてもこのメガネ選びで失敗すると台無しになってしまうので、ぜひ皆さんにはですね、今回の動画を参考にしていただきたいなと思っています。メガネを選ぶ時にも様々な選択肢があるんですが、なるべくですね、悪目立ちしないようになじませる方向性と、もう一方はこちらのメガネというアイテムをファッションの一部としてアクセントとして使うような方法になるんですね。全然この2つは方向性が違うんですが、それぞれ正解だと思うんですね。ですので今回の動画の中ではどちらのキャラクターのメガネもご紹介したいなと思っています。この後ですね、僕が実際にメガネをかけながらそれぞれのメガネの特徴の違いというところをですね、皆さんに感じていただきたいなと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただきたいなと思っています。それでは早速いってみましょう。はい、ここからはですね、僕が実際にメガネをかけながらそれぞれのメガネの特徴をですね、皆さんに解説をしていきたいなと思っています。それぞれ見え方が全然変わりますので、ここはですね、人それぞれ好みが分かれるところかなと思うんですが、今回ご紹介する中から1本ですね、これは自分には似合いやすそうだなというものをですね、決めていただけると良いかなと思っています。それでは実際にご紹介してみたいと思います。まず1本目にご紹介するのはこういったですね、一番シンプルな長方形型のメガネですね。こういったものは主にビジネスシーンなんかで使い勝手のいいメガネかなと思っています。メガネで個性を持たせるというものではなくて、あくまで道具の一部としてこういったものを使いながらちょっと知的に見せたりだとか、誠実感を持たせるためにはですね、こういったオーソドックスな長方形型のメガネがいいかなと思っています。このような長方形型のメガネにはですね、材質がプラスチック型のものもあれば金属系のものもあったりするんですが、金属系のものの方がよりキリッとした雰囲気が出てくるんですが、失敗するとですね、結構冷徹な感じに見えるので、僕はこういった長方形の形のメガネこそですね、プラスチック型を選んだ方がですね、そこまで硬すぎないのでバランスとしては良いのかなと思っています。僕はいつもサングラスをかけてるんですが、もうサングラスにはないような形状になってるんですが、ちょっとかけてみたいと思います。どうでしょうか。このようにかけてみるとですね、一番オーソドックスで馴染みのあるデザインなのかなと思っています。シンプルなデザインなんですが、木をてらったところがなくてですね、非常に使い勝手のいいメガネになっているかなと思います。僕は今回はですね、あえて光沢感のないものを選んでいるので、ちょっとマットな雰囲気というのもシャープに見えるのですごく素敵かなと思っています。なんかちょっと真面目な感じがしますよね。普段僕メガネをかけることがないんですが、ちょっと知的にも見えやすいかなと思うので、メガネをこういった形で伊達でするのもいいなというふうに感じたりもします。これであればですね、まずビジネスの場面で失敗することは間違いなくないかなと思っています。で、掛け心地もめちゃくちゃいいですね。先ほどもちょっと気づいたんですが、これヒンジがないんですね。メガネって基本的にこの本体部分とサイドのテンプルを結ぶヒンジというものがついてるんですが、それがないタイプになってるんですね。ですので掛けた時にこう包み込むような形でメガネがフィットするので、
メガネにあんまりかけ慣れてない僕でもですね、かなりかけ心地がいいのかなと思っています。軽量でかけやすいっていうところはやっぱりジーンズさんはかなり研究されてるなというのを感じる一本ですね。ビジネスシーンでかけるのであれば一番おすすめしたいのがこちらの長方形タイプのメガネになりますね。ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目にご紹介したいのがこちらの形になりますね。ウェリントン型と呼ばれるもので、先ほどの長方形のものと比べてもらうと分かると思うんですが、形自体はすごく似ているんですが、こちらの方が四隅に丸みを帯びているのでより柔らかい雰囲気になるのかなと思います。スケアタイプというのはビジネスシーンでカチッとした雰囲気を持たせたい場合によく使うメガネなんですが、こちらのウェリントンタイプに関してはちょっとクラシックな雰囲気になってファッション性が高まるかなと思っています。それでいてオンでもオフでも使いやすいようなデザインになっているので非常にバランスが取れているのかなと思います。僕が様々なメガネの形の中で最もですね、いろんな方にお勧めしやすいのはこちらのウェリントン型なのかなと思っています。先ほどのスクエア型はですね、オンには強いんですがオフだとちょっと真面目すぎてしまってファッションアイテムとしてはちょっとパンチが弱いかなと思うんですが、その点ウェリントン型に関してはデザイン的にも面白みがあるのでバランスがとても取れた一本なのかなと思っています。ちょっと実際にかけてみたいと思います。はい、こんな感じですね。どうでしょうか。全然先ほどの雰囲気と変わってくるのかなと思っています。縦幅もこちらの方が若干先ほどよりも長くなっていまして、カジュアルな雰囲気が伝わってくるのかなと思っています。で、四隅が丸いだけでだいぶ印象としては柔らかい雰囲気もなりやすいですし、注目すべきなのは素材の違いですね。正面から見るとプラスチック系の素材になってるんですが、サイドのテンプルに関しては金属でできているんですね。このような異なる素材でできているフレームのことを混合フレームと呼んだりするんですが、最近トレンドになっていてこういったメガネって結構増えてるのかなと思っています。全てがプラスチックの素材のものよりもですね、少し遊び心が効いていておしゃれに見えやすいのかなと思っています。職場によってはこちらちょっと NG と呼ばれるところも中にはあるかもしれないですが、基本的にはいろんな場面で使い勝手のいいメガネなのかなと思っています。メガネにかけ慣れてない僕でもですね、全く違和感なくスッと馴染むので、ぜひ皆さんにもお試しいただきたいなと思っています。はい、続いて3つ目のメガネをご紹介したいんですが、こちらになりますね。先ほどのスクエアですとかウェリントンに比べると形が大きく変わるんですね。ちょっと見比べてみたいと思うんですが、こちらがウェリントンタイプになるんですが、こちらはボストンという形のものになります。縦幅が全然違うんですね。先ほどのウェリントンに比べるとさらに縦幅が広くなり、形がですね、四角いものから丸みの帯びたものへと変化するんですね。こちらの方がよりカジュアル感が出てくるので、お仕事の場面というよりはカジュアルのシーンで活躍するのがこちらのボストンタイプのメガネになるかなと思っています。比べてみると全然違うかなと思います。僕自身は個人的にはこちらのボストン型の方が好きで、メガネは持っていないんですがサングラスは大好きでいろんなものを持ってるんですけど、ほとんどがですねこちらのボストン型のものになるんですね。丸みを帯びていてカジュアルな雰囲気もありますし、ちょっとおしゃれ感がより強まるのでファッション的に使うのであればボストン型、皆さんにぜひおすすめしたい形かなと思っています。ただですね、こちらのウェリントン型に比べるとちょっと個性が強まるので最初のうちは目が慣れないかなと思っています。万人に似合いやすいウェリントン型とちょっと個性的に見えながらおしゃれ感を強めていくボストン型、そのように区別すると良いのかなと思っています。こちらも実際にかけてみたいと思います。はい、どうでしょうか。全然また雰囲気が変わってくるかなと思います。こちらの方が丸みがあってよりおしゃれな雰囲気が漂いやすいかなと思っています。縦幅があるとですねよりカジュアルな雰囲気になるんですが、こちらはですねそこまで縦幅も大きすぎないのであられちゃんっぽくなることもないのかなと思っています。で、今僕がかけてるのはですね、よく見るとグラデーションになってまして、ちょっとグリーンっぽい色が使われているんですね。このようにちょっと色のムラ感があるのもおしゃれに見えやすいポイントなのかなと思っています。このようなメガネが1万2000円前後で買えるのはやっぱりジーンズさんの強みかなと思っています。正直ですね、様々な高いブランドがあるんですが、そういったものと比べてもですね全然遜色ない仕上がりになっているので、ぜひおすすめしたいメガネかなと思っています。こちらもですね、先ほどのウェリントンのタイプと同じように本体の部分はプラスチックになっていて、サイドのテンプルに関しては金属になっています。あとここのブリッジの部分ですね、メガネとメガネを続くブリッジの部分もですね金属でできてるんですね。こういったものもですねトレンドのアイテムとなっていて今かけてる方も多いんですが、よりおしゃれに見えやすいのかなと思っています。ベースとなるデザインはボストン型でちょっとクラシックな雰囲気なんですけど、素材使いで今っぽさが出てるという点で非常におしゃれに見えやすいメガネなのかなと思っています。個人的にはこれがめちゃくちゃ気に入っていますね。あまり普段かけることがないんですが、
欲しいと思うぐらいよくできているので皆さんにもお勧めしたいなと思っています。でこちらのメガネに関しては色違いもですねちょっと借りてきていますのでそちらも見ていただきたいなと思っています。はい、こちらが色違いになります。どうでしょうか。先ほどはですねちょっとグラデーションでグリーンがかっているような色味になっているんですがこちらはブラックのフレームに対してテンプルだとかブリッジ部分にシャンパンゴールドのような色合いが使われているんですね。これもですねとても上品でバランスのいい仕上がりなのかなと思っています。まあ、ちょっとクラシックな要素があるんですが大人っぽくて品のいい雰囲気が漂うのでぜひ皆さんにもお勧めしたい形かなと思っています。この2つの色合いですね結構悩みどころでどっちを買おうかなと思ってるんですが品よく見せたいのであればこちらの方がバランスがいいですし色のグラデーションを楽しめるという意味ではこちらのメガネもすごくおすすめなんですがこちらの方が本体とサイドのテンプルの部分の色がそこまで変わっていないのでよりオーソドックスにかけやすいのかなとは思います。こちらの方は本体とサイドのテンプルの部分で色味が結構違うので、アクセント要素としてはより使いやすい一本なのかなと思っています。個人的に今回ご紹介する中で一番を挙げるとしたらこれなのかなというふうに思っています。ぜひ皆さんも実物を見てお試しいただきたいなと思っています。はい、最後ラスト5点目にご紹介するのがこちらのメガネになりますね。見ていただくと分かると思うんですが先ほどのボストンタイプよりもさらに丸型になりましたね。ちょっと比べてみましょうか。はい、こんな感じですね。まだ正方形に近いような丸みがあるんですがこちら本当に丸型になりますね。より個性的なデザインになるんですがこういったよりクラシックなメガネというのも最近は増えていますね。今僕が持っているのは基本的にはセルフレームになっているんですが全てメタルでできているような丸メガネもあったりするんですね。そういったものもトレンドにはなってるんですがさらに難易度が高くなるので今回はセルフレームの丸型を持ってきてみました。これはですね今回ご紹介する中で一番個性的なものになりますし万人向けのデザインでは全くないんですがメガネでより個性を高めたいだとか自分のキャラクターというのを明確にしたいという場合はこういったメガネもすごくおすすめなのかなと思っています。ちょっと実際にかけてみたいと思います。はい、どうでしょうか。だいぶですね攻めたデザインになっているかなと思います。単体で見るよりも実際にかけちゃった方が僕は違和感は薄かったかなと思っています。こういったメガネというのは先ほどもちょっとお伝えしましたがキャラ付けしたい方なんかにはですねかなりおすすめかなと思います。僕の中ではこういった丸型のメガネっていうのは落語家の志らくさんがかけているイメージがあるんですね。自分自身の個性を強めたいという場合にはこういったちょっとですねキャラ立ちするようなメガネをしてもらうのもですねバランスがいいのかなと思っています。誰にも似合うものではないかなと思うんですが雰囲気をガラリと変えたい方だとかおしゃれ上級者の方にはおすすめしやすいメガネの形なのかなと思っています。僕自身もまだ見慣れないんですがこういったものの場合は何度も何度もかける中で少しずつ目を慣らしていくといいのかなというふうに思っています。ぜひ皆さんもですねこちらのメガネ実店舗で試着をしていただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画では念願のですねメガネについて解説をしていました。具体的にはですね4パターンのメガネをかけてみたんですがそれぞれでキャラクターが全く変わってくるかなと思います。一番最初の長方形のパターンのものはやっぱりビジネスシーンでかけるには間違いのない選択かなと思います。誠実に見えるし真面目に見えるしこういったものをかければですねビジネスの場面でもキリッとした雰囲気が出しやすいのかなと思っています。一方で2本目のですねウェリントンタイプのメガネというのはオンオフ兼用でどちらでも使いやすいような非常にバランスの取れたメガネなのかなと思っています。ちょっとメガネで個性を出したいなという時にファーストステップとして使い勝手がいいのがウェリントンタイプなのかなと思っています。そして3つ目のボストンタイプに関してはオンオフでいうとオフの場面でより活躍してくれるメガネなのかなと思います。メガネというアイテムをファッション的に使いたいという方にはこれぐらいパンチが効いていてもバランスが取りやすいのかなと思っています。先ほどのウェリントンタイプに比べるとちょっとパンチがある分最初はちょっと似合わないんじゃないかなと感じる方もいるかなと思うんですがメガネというものは慣れの要素がめちゃくちゃ大きいんですね。特に顔周りに位置するものなので最初は全然見慣れないんですがこれも時間を経るごとに少しずつ馴染んでくるものなのでぜひですねちょっと試着をしながら目を慣らせていただくと良いかなと思っています。そして4つ目のですね丸型のタイプのものはキャラ付けをしたい方ですとか普段と雰囲気をガラリと変えたい方にですねおすすめしたいメガネかなと思っています。それぞれのキャラクターというところを見極めながらぜひ皆さんもですね店舗で試着をしていただきたいなと思っています。このメガネというアイテムを有効に使えるようになるとよりおしゃれの幅が広がりやすいかなと思いますのでぜひ今回の動画を参考にしていただきたいなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。これからもファッションに関する情報をどんどん配信していきたいなと思いますのでこれからおしゃれを磨きたい30代40代の男性はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。